36年の歴史を持つ横浜スタッドレスの新作、アイスガード7。そろそろ非降設地帯の住人であっても、冬用タイヤへの交換を真剣に考えなければならない頃だろう。まだ使えるタイヤを継続して使用するか、もしくは新たなセットを新調するか。スタッドレスタイヤはサマータイヤよりも進化がわかりやすい世界。 新型が出るたびにそのグリップ力の高さに驚かされることが多い。2021年9月にデビューし、今年2シーズン目を迎えた横浜のスタッドレスタイヤ、アイスガード7はその筆頭かもしれない。横浜のスタッドレスタイヤの歴史は、1985年にスタートしており今年で36年目。シリーズとしては、 アイスガード7という商品名が、意味しているように7世代目となる。今回のテストドライブは2月島の北海道、旭川で行われた。屋内の評判試験場を完備した横浜のテストコースにおいて、曲がる、止まるといった基本性能を確認。その後一般道に出て実際の使い心地をチェックする。 という形で行われたのである。アイスガード7の特徴は数多あるが、中でも特徴的なのはその精巧な表情、トレッドパターンだろう。同社のスタッドレスタイヤとして最大の設置面積、アイスガード6と比べプラス3%を誇るというそのトレッドは、ぎゅっと目が詰まっているように見える。 だが細かく切られたブロックパターンや、サイプのおかげでエッジの量は33%も多くなっている。また新開発のコンパウンド、ウルトラ吸水ゴムも性能向上に寄与しており、圧雪と表情ということなる条件におけるグリップを両立させているのである。今回印象的だったのは、ウルトラ吸水コンパウンドを 使用したスリックタイヤとの比較だった。一見、車が全く前に進まないようなツルツルのタイヤなのだが、氷の温度が10度くらいで直進するだけなら、コンパウンドのおかげで意外なほどグリップするのだ。一方氷の温度が高くなったり、一度付近、ブレーキングや、少しステアリングを切り込んで曲げようとした際、 スリックでは容易にグリップが失われてしまう。そこはウルトラ吸水コンパウンドや、エッジ部分の引っかき性能がものを言うのである。雪上スラロームのコースでは 4WD のトヨタベルファイヤーを使用して、先代のアイスガード6と性能を比較することができた。加速はもちろんだが、減速時やコーナリング時の過値格の少なさ。 そしてコントロール性能においても7の方が優れていることが分かった。6の場合は滑ってラインが膨らんでしまうことを、あらかじめ予測して早めにステアリングを切ったり、ブレーキを優しく踏み始めたりすることになる。だが7を常識的なペースで走らせた場合には、サマータイヤと同じようなタイミングの運転操作によって、 車をリニアに動かすことができる。たとえ縦と横のグリップのような話がわからなかったとしても、6と7の違いははっきりと体感できるレベルだったのである。ハンドリング路で GR ヤリスをドライブした時などは、加速も相当なものだしブレーキングドリフトによって、コーナリングをはじめ思い通りのラインで立ち上がることができた。 安心感の高さを超越したスポーツドライビングの世界を堪能することができたのであるトヨタカローラツーリングの4 w d モデルで走った一般道でも安心感が高かった一般的には圧雪路が多いが交差点の近辺だけはツルツルに磨かれたアイスバーンだったりするのでテストコースとは異なる緊張感がある ところがここでも、アイスガード7の路面を選ばないリニアな反応により、すぐにリラックスしたドライビングが楽しめるようになった。朝日だけの中腹まで上がっていくような勾配がきついコースでも、自信を持ってドライブすることができたのである。アイスガード7の動的な性能は、まさに2020年代の最先端を行くものだと言える。となれば、 もう一つ気になるのは寿命、長持ち性能ということになる。この部分でも7は進化しており、50%摩耗時の状態で6は、サイプの表面積が半分になってしまうのに対し、クワトロピラミッドグローンサイプを採用している7では、逆に7%増える設計になっており、ロングライフ性能を担保しているのである。 また、ウルトラ吸水コンパウンドのゴム自体も硬くなりにくいものになっており、表情性能を例にとれば3年後でも新品と同じ、4年後でかすかに低くなる程度の性能を実現しているのである。アイスガード7は SUV を除く乗用車用で、13から21インチまで幅広くサイズ展開している。 総合性能においてもバランスよく仕上げられているので、次のスタッドレスは何にしようというタイミングが来たら、ぜひとも試してみたい銘柄と言えるだろう。